出せ。後悔する。来たね、これは強い、強さそう。よう、あんた。うん、忘れたか。この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、
そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ。はあ、なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ、大怪我だよな。一車両、一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす、僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。
なことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった、だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ、謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。しっ、もうみんな寝てるんだ、声が大きいよ。ありがとうよ、あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん、そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。ふん、そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、桐生君。織田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか。寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？
今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。わかったか。東城会本部、何のマネだ。おだ社長は今東城会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東城会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ桐生君。桐生さん。ああ、ご存知でしょうが、東城会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど、その目つき風間の若い頃を思い出すな。適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい、そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東城会さんの神室町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東城会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東城会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東城会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は
桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうから、当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東城会で稼ぎ頭だとか、本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東城会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東城会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東城会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東条会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東条会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行。てめえ口の聞き方を知らねえようだな。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東城会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。
どうでしょう、新原さん。あなたには今、私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でも、もしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東城会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました、二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言で言いや、一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を十億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に十億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東城会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。Yes.
Come on!
桐生さん、ご無事でしたか？ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立場そうでした。それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。Shut up!
丈夫か？ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。Hey!
なんとか生き延びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。久世と阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一壺は俺のこの手で差し出し、いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために空の一壺が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで空の一つを狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく空の一つもの所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは
渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？やつらも空の一つも。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一坪の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです。社長、状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一つぼを手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、小田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんのお店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。道島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。
おお。Yeah.